Help me よね。グテンモゲン。はい、今日はですね、最近韓国や日本の SNS で話題になっているハリボーのチョコマシュマロを実際に食べてみたいと思います。じゃーん、皆さん見たことありますか？これ最近 SNS ですごくバズってるんですけど、韓国のね、TikTokerの人とかが食べたりしてるもので、私も気になって買ってみました。ハリボーは私の住んでいるドイツ生まれのお菓子で、ドイツのスーパーにも普通に売られているお菓子なんです。今回はこのチョコマシュマロ2種類種類があって、一つはベルギーチョコのマークがついています。そしてこっちがソフトキスって書いてあるので、柔らかいものだと思うんですけど、それぞれの味や食感がどれだけ違うのか、これから試してみたいと思います。イエーイ。あ、ヤッホーヤッホー、みんな覚えてる？え、忘れた？いや、俺だよ、覚えてる？これからチョコマシュマロ食べるからさ、見てて。はい、ということで、まずはこちらのハリボーのソフトキースの方ですね、開けていきたいと思います。これやりたかったんだよね、ガサ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 やるやつ。開けまーす。おー、こんな感じで、じゃーん。結構ね、凍らせる人が多いんですけど、私は一回凍らせたらカチカチになったので、冷蔵庫で冷やしてみました。割ってみます。おー、こんな感じでちょっとピヨーンって伸びます。それでは早速このチョコマシュマロ食べてみたいと思います。外がね、カリッカリで、中がふわふわ、ぷにぷにの美味しいマシュマロ。たまらん。そしてベルギーチョコの方を開けていきたいと思います。わっほー、ちょっとさっきのソフトキスに比べて小ぶりでございます。それではいただきます。うわうわ。はい、私の ASMR いかがだったでしょうか？食べ比べてみて、こっちのソフトキスの方が、なんかマシュマロがすごく柔らかくて、チョコがね、ちょっと甘い感じ。で、こっちの方がね、なんか柔らかくて、ふわふわした食感でした。そして、こっちのベルギーチョコの方が、ちょっと固め、チョコが濃厚な感じだったので、まあ、ふわっとね、ふわふわ感を楽しみたいんだったらこっち。で、チョコの濃厚さを楽しみたいんだったら、こっちかなって思います。まあ、個人的にはね、こっちの方が、なんか、ふわふわしてて、感触がすごく楽しかったです。そして、ドイツだと、こういうね、パーティーサイズのものとかも売ってるので、なかなかね、日本では手に入らないと思うんですけど、まあ、もしかしたらね、メルカリとかで売ってるかもしれません。ドイツに来た方はぜひお土産にこんな大きいマシュマロを買ってみてください。日本だとどこが一番安いのかなと思って調べてたんですけど、ドンキホーテは店舗がね、かなり限られていて、楽天もアマゾンもすごく今高いので、メルカリで安く買えるところがあったので、よかったら概要欄に URL 貼っておくので購入してみてください。はい、ということで、日本にいる方もドイツにいる方も、ぜひ一度はこのハリボーチョコマシュマロ食べてみてください。すごく面白いです。はい、ということで今回はハリボーのチョコマシュマロ
食べてみたよっていう動画でした。それでは、おしまい。